はい、皆さんこんばんは。こんにちは。地頭トレーナーのスカーレットです。今日は私のチャンネルでも初コラボということで、カンチャンネルさんに出してもらってます。よろしくお願いします。カンチャンネルです。どうぞいらしてください。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ブルーウーのカラーになってますね。本当ですね。確かにそうですね。狙ったんですかとか言って。もうだいぶ前からこれでずっとやってますんで、今でも言われると確かにそんな感じになりますね。そうですね。N 国なんとかさんもなんかわざと合わせてるって言われてるけど、彼はそのもっと前からそのカラーだったって。彼は、はいはい、あのスーツですよね。そうですね。そう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 。はいはい。まあ、今ね、どんな感じですか、日本は。今ですね、日本はですね、まあ、特に参院選がね、もうすぐありますんで、まあ、そこにかなり盛り上がってはいますし、N 国さんの、あの方ですね、名前言っていいか分からないですけど、タッチさんですね。はい、いきなりテレビ生出演をこう強制的に退去されるとか、なんかそんなの結構話題になったり、はい、なってますね。はい。今日の一番ホットな、さっき私がツイッターで流したの、知ってますか？あれですよね、ビヨンデンがこけたやつですよね。ね、私すぐこけた動画2本出した後に、はい、もう誰かが、もうアメリカの人は早いですよね。トラさんバージョン の自転車乗りを出して、はい、バリー、爆こぎしてるやつですよね、あれ。で、顔が不思議かっててね。こけ方もちょっとなんか、すごい面白いなって思ったんですけどね。そうそうなんですよ。もう即、今日さっきね、私、トラさんのラリー の収録、生を見て、こうメモって、このあと、喋ろうかなと思って、はい、もうすでに彼がもうすごい記憶、ビヨンデンはこけたなって言ってましたみんな見たかとか言ってましたよ。ああ、そうなんですね。ぜひトラさんにビヨンデンって言ってほしいですけどね。そうね、私でもね、なんかイメージしてなんか近々会えそうな気がする。まあ一応生トラさんは2回ほど見たんですけどね、はい、まあ、個人的にお話ができるのも、まあ、今イメージしてたら、まあ、いつかできるんじゃないかなと思って、はいはい、いるんですけど、ね、私1回もうカーター大統領と握手したことあるんです。へえー、そうなんですね。うん、あんまり別にうめしくもなかったんだけど、まあ、これはまた別の話でね、やりますけど、カンチャンネルさんはどういう形でこういうチャンネルをやることになったんですか？それからいつやるようになったんですか？教えてください。そうね、チャンネルの解説自体は、本当、トラさん対ビヨビヨビヨンデン の戦いですね、はい、後になるんですけども、まあ、個人的にはもうトラさん楽勝勝ちやないかで終わってたんですね。それもまあ、オールドメディア見ながら、思ってたんですけど、ふた開けてみるとビヨンデが勝ってるってなんでやねんと、これはなんでやねん案件が出てきたので、もともとつべもですね、興味もあったっていうのもありまして、いや、これはちょっと発信していかなあかんなっていうので、まあ、解説したというような感じですね。あ、それで、そのやり方っていうのは、はい、試行錯誤したんですが、それとも割ともう今のスタイルで最初からだったんですか？そうですね、もう、まあ、今この顔出しをちょっとしてないので、最初はもう使っても携帯だけです。携帯だけで全部やってまして、まあ、録音して、で、最初はそのサムネイルとかも全然作れなかったんですけど、まあ、頑張っ、成果が上がったって言ったら、サムネイルが作れるようになったぐらいですかね。でも、すごい派手なやつですよね。そうですね。なんかこう黄金比じゃないけど、割と似たようなあのデザインなんですけど、はい、やっぱり目につくっていうのを選んでデザインされてるんですか？細かいなんかそういうのはないんですけど、まあ、自分的にあれが
パッと目につくかなっていう印象ですかね。中には、ちょっと派手すぎやねんとかって言われる時もあるんですけど。いや、私、あんなちゃんと作れるの羨ましいです。自分本 当がです作か。れないから。ありがとうございます。あと、なんか苦労話とか、まあね、私たち系はよくね、いきなりバーンって消えたりとかもしますけど。そうですね。まあ、その当初ですよね、寅さん対美容年の、これおかしいんちゃうんかっていう時ぐらいは全然、何もなくてですね、なんかその逆に数字がすごい、伸びることが多かったんですけど、春ぐらいですかね、その終わった春ぐらいからめちゃめちゃ制限が、まあ、かかってきたっていうのはあります。実際、動画の方も一個消され、ましたし、広告なんてもう全部剥がされたっていうこともありましたんで、まあそういうのはやっぱり言ってはいけないようなことを言ってしまってるんだなっていうことですかね。での S 側で言ったら嫌なんかなっていうことですね。一応まあ、この言葉的には気をつけながら 言ってるつもりはあるんですけど、まあどっかでバレてしまったのかなっていう感じはありますけどね。じゃあ最初の3月前までは割とストレートに、隠語なしでやってたんですね。そうですね。最初の方は、まあ、何があかんのかっていうのもなかったので、結構ストレートに言ってることの方が多かったですね。そうですね。私もちょうど3月ぐらいからですね、だんだん厳しくなったなって感じました。うはん。い。塚野さんも前は結構ストレートに言ってはったんですか？言葉的には。ええ、そんなの消されるなんて全然思ってなかった。もう普通に喋ってたし、あと生中継で直訳ですよね。同時通訳。ああ。はい。だから、一個引っかかったのは多分、なんか突然直訳したら、なんか、ちょっといかがわしい言葉が出てきたんですよ。今だったら、あ、それを訳さないで変えるってことはできるんですけど、その当時は分かんないので、後から消されたそれは、その言葉があったからみたいな。なんか、ピンク色の感じのやつと、あっち系の、なんかお風呂に入るときにこう使いますよね。そう、あの言葉が出てきちゃったんです。なるで、ほわど。かりました。それが入ってたから、ということで、ああ、なるほどですね。例の HBO のやつですけどね。もう本当に、でもその後からほら、天才的な、なんて、早口なのに、隠語がすぐ浮かぶ、なんかそれの、なんかコツみたいのを教えてください。コツですか？もう本はい。当、肌のね、あれ、思いつきなんですよね。でもこうも考えてる間に、なんか落ち、えっと、何、ツッコミとボケも入れてますよね、ちゃんと。う。そうです。まず、記事をざっと読んで、で、あ、これおもろいなとか、あと、これ突っ込みたいなとか、いうのポイントだけを覚えているんですね。やっぱそれまでの記事っていうのはあんまり自分も頭に入ってないまま喋ってることも多々あるんですけど。でも、隠語は本当その場のインスピレーションですね。まあ、私の今視聴者さんからね、あ、はい。初めてカンチャンネルさんを知って飛んでいく場合があると思うんですけど、その時によく出てくるやつで、長くいる人はみんな知ってるっていうのがあるじゃないですか。それをちょっといくつか、まずガチャーさんとか、それちょっと解説して、そって飛んでいくとすごい理解が早いかなと思うんですけど。よく使う隠語ってのはガチャーさんなんですけど、北の朝鮮する国ですよね。あそこの国の、まあ、トップの方になるんですけど、まず髪型がほんまに黒電話の受話器すぎやろというところから まあ始まってるんですけど、まあ、受話器を言う、あの時の黒電話って受話器取ったらガチャって言うじゃないですか。それでもガチャーさんや言うて、あの人はガチャーさんっていう言い方をで統一してますね。あと、もうじなんゃかあ出若いて世くる。代だとなんかこういうだからガチャじゃないです。あでと、よもくまあ出わかてるでくしょう。る。我々の世代の場合大丈夫です。全然。なんやろうな。いくつか。まあ、美容 B、院。
だよね。私ビ、は梅しさとか言ってるから。うん。はい。ビヨンでも、もしかしたら、あれ、ゴムのあれ、かぶってもてんちゃうんかっていうのが、ちょっとありまして、で、一回、ビヨンでんですね、頭をポリ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 するんですよね。やっぱなんか言葉がこう出てこないときに困るじゃないですか、ビヨンデンさんは。なんか頭ポリポリしても、ポリポリからボリボリになって、ボリボリからビヨーンってなってまうんちゃうか、言って、ゴムマスクビヨーンなってまうんちゃうかっていうとこから、ビヨンデンが登場しましたですね。それで重なってるからね。そうですね。ナイスイングです。はい。ありがとうございます。あと、たまに言ってるのが、国務の、長官でしたっけ？ブリンケンさんに言って。もうそう、名前言うても取れないかとかね、ちょっとあるんですけど。まあ、そんなこそとれは一度も引っかかってないんですね。そうですね、全然大丈夫です。はい、大丈夫ですね。じゃあもう素晴らしいインゴだわ。もうまさにインゴの王様ってことね、一度も。ありがとうございます。カンチャンネルさんの私からね、言う、新しい視聴者さんにね、言うのは、魅力っていうのはね、やっぱりこう、すごいエンタメなんですね。おみそチャンネルさんとはまた違った、切り口で、だから芸人の、芸を見ながら、隠されたね、表には出てこないニュースを知れるみたいな。そんな感じですかね。ありがとうございます。もう恐縮です。なんかそんな言っていただいてありがとうございます。いや、本当にエンタメですよ。私そこまで徹してないから、これからちょっとまたもうちょっと私も入れなきゃなとか思ってるんですぜひ一度、サルさんの動画の方で、ビヨビヨビヨンデンって言っていただきたいあ、います、います。ね、ずっと聞いてると、私モノマネすごい得意なんです。で、自分高校生の時とか、本当に身内でしかわからない校長先生のものまねとか、生物教師のまねとかね、そういうのやってたんですね。ね、だからすごい観察するの好きなんで、私今、カンチャンネルさんと名古屋豪さんとはい。お味噌ちゃんのまねができます。ああ。でも、直哉剛さんが自分のつべを始めるきっかけでもありまして、そうなんですか。はい。もう、直哉剛さんずっと自分も見てますね。もう、アゲアゲの。もう本当に、なんかああいうチャントみたいに私も作りたいな。みんながあったら、あげあげあげって言われそう。え、じゃあ、名古屋郷さんはカンチャンネルさんのことをそういうのをご存知？いや、全然わかんないですね。おみそさんは一度、DM とかもさせてもらったので、わかるんですけど、直哉剛さんは全然つながりもないので、わかんないですね。じゃあ結構ね、多分視聴者さんがこうかぶってることあるから、はい。これを見たら言ってくれるかもしれないですね。ぜひですね、言っていただきたいですね。私もなんかどっかで、なんか名古屋郷さんのこと言ってましたよってなんか言ってくれた、ああ。コメント見たことあります。はい、はいはいはい。彼もすごいこう苦労してるっていうか、もうなんか、めげずに頑張るって言ってますよね。そうですよね。結構、ナベコさん、最近は、すべに、こう、立ち向かうスタイルでやってありますよそう、なんか、AI に向かって、これでもか、これでもかって言ってますよね。そうですよね。あれすごいなって逆に思いますけどね。さすあがれや言っなって。ても引っかからない。ゾルタックス税やなんか私、相当前にしてますよ。はい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 。私、あれのね、イザベラ、いや、その前かな。私、T シャツ持ってるんですよ。ああ、そうなんですか。ドルスタックスデアの1個前に、シーリーとかなんか言ってますよね。はいはい。イザベラじゃない。ちょっとど忘れしちゃったけど、その中の1人の、ちゃんと顔もあるんですよ。その T シャツ。ほな、それ T シャツ着て、は
そうですね。で引っかかったりしてね。その写真、顔のあれで T シャツで引っかかるかもしれませんね。あ、そう、そうね。そうか。でも、本当にね、どういうふうに引っ掛けてるかが分かんないですよね。そうですよね。今まで良かったものが急にあかんようになったりとかも、追加されてるのも、まあ、言葉もあると思うんですよね。そうです。うとろのやつもそうですうね。ののもね、そうですよね。急に来ましたですね、あれも。ねえ。あと、わのくのやつね。そうですね、あれも、あれです。だから自分動画消されたのは、そのいう内容の、話をしたときに、したの時の動画が消されましたですね。ああ、やっぱりはい。ですね。はい。まあなんか、まあついさ、今日の夕方の、あれですけど、まあこれは、まあ、絶対初めて言ったらだけど、いまだまだ、悪あがきのように、はい。その例のこう、食べるやつの話も、ニュースにちょこっと出てきてました。食べるやつ。こういうやつ。おお。入れるやつ。バーで始まるやつね。あれが、6ヶ月から5のお年まで OK になりました。皆さん、よかったですね、みたいな感じで出てきて。でも、なんか、誰が相手にするんだろうみたいな感じ。聞いてる方がそんな感じですけどね。もう、社会の中は冷めてるから、ここはね。そうなんです。で、あとじゃあ、そうそう、近況ですね。お子様が生まれたそう。あ、そうですね、はい。ちょっと1ヶ月。新しい家族が、はい。どちらですか？ボーイオールズ。男の子が、生まれました。あ、よかったですね。おめでとうございます。今、自分の動画前はの、なんか、生放送で、妻があって言ってるの、ついこの間だったような気がするんですけど、早いですね。そうですね。だから、自分の子供のあだ名なんですけど、まあ、自分のチャンネルの方では、ビオ太郎って言われてます。ビヨン何？ビオ太郎って言われてます。あ、ビヨ太郎？ 自分がビヨンデンって言ってるんで、ビオ太郎生まれたなって言って。太郎くんね。か わいい。太郎ね。なんかこう、ここのデザインして、ビヨ太郎のこうマスコットみたいなの作ったらどうですいいかもしれないですね。か？ここちょっにと。ペタッと貼って、ステッカーにしたらいいかもしちょっと頑張ってみます。れない。はい。子供がまあできたので、スカさんの本出しはるじゃないですか。とか、それあ、をはい早はい。くちょっと見たいんですよね。頑張って仕上げます。多分7月の後半には出せるんじゃないかと思ってます。ちょっとそれ、期待してます。はい。もうこれ読んで、その通りでやったら、みんな天才になるってやつです。まあね、まあ自分の体験談も入ってるんですけども、なんていうかな、結構みんなこう改めて、まあ、私の本読まれて、まあ、子育てなんか関係ないよっていう人もですね、やっぱりどんな脳の使い方とか、こういうふうになってるんだとか、まあ、今、このままどんどんいろいろ進んでいくと、こう今まで良かったような職業がなくなるよとかね、まあ、いろいろ面白い、考え方がちょっとはできるのかなと思ってますけまあ、そど。れなんかを、ありますか？どんな子に育ってほしいみたいな。まあ、本当、もう何のボケもなく言うんであれば、もう健康に すくすくと育ってくれればいいかなとは思ってはいるんですけど、まあ、願わくばで言うと、おもろいやつになってほしいですね。ああ、そうですね。やっぱり笑いのわかる。さすが大阪はい。なんか、大阪の人ってみんな、
みんなそうやって育つんですね。多分そうですね。そういう、まあ、文化まで行くか分かんないですけど、とりあえず、なんかボケ合いしてるっていう、あと突っ込み合いしてるっていうのは、あると思いますね。うん。なんかノリがみんないいですよね。街、なんかテレビ番組で、大阪の人はエアー刀を切ったら、反応してくれるのかっていうのは、未だに覚えてます。ほぼ 100% みんな、あーってなってくるんですよ。もうそれはね、絶対やると思いますね。なんかそれをどう面白く伝えるのかっていうのを考えてやると思いますね。そう、なんか一回くるっと回ってこう、ためてためてパタッと倒れるとかね。結構ありましたよ、はい、でおばちゃんもやるんですよ、ちゃんと。はい、そうですね。まあ、自分の家族でもそうなんですけど、おかんが一番おもろいですね。生粋の関西人のおかんなので、一番ボケて一番突っ込んでのおかんですね。あ、じゃあ例外なく吉本でお育ちになりました。そうですね、もう土曜日の昼は絶対吉本新喜劇がついてました。私関西、私も九州なんで、本当に土曜日はの午後は学校終わるじゃないですか。はい。だから吉本新喜劇は私見てました。そうですね、そうですね。自分も同じですね。世代が違うから、私の場合は、まあ、年バレちゃうけど、岡八郎さんとかね。はいはいはい。うん、なんか、だから私知ってますよ。奥、ん？それ大丈夫ですか？でもそうですよね。上品な言葉で言えない。で、奥歯が言わせてよかった、ね、はいはい、ありますあります。これなんか世代を超えて受け継がれてません？ありますね。だから自分の代はお尻じゃなく耳の穴からやったかもしれないですけど。じゃあ私間違ってたかな。いや、でも間違えてはないと思うんですけど。そうね、はい、ちょっとすごい、はい、ごめんなさい、お下品な。すごい、すごい衝撃、その佐藤さんが言ってはる内容がすごい衝撃的でした今。そう、私ね、いろんな一面があるんです。はいはい、すごいもう魅力的な方です。いえいえ、ちょっとまた少ないファンが離れていったかもしれませんが。逆に増える方が多いと思います今ね。本当に、あ、大阪より西側は大丈夫かなとか。西側はもうぐっと心をつかめたと思います。あ、そうですか、はいはい、ずっとね、先生先生って言われてるのが長かったんでね、はい、本来はこんな感じなんですけど、私が小中高ぐらい の私を知ってる人は、逆に先生って言われてる私の方がなんかイメージが間違いみたいな感じみたいですね。うん、時々私も壊したくなるんです。殻を破る。だからぜひオフ会とかあった時にはね、はい、ちょっと素を出そうかなと思って。ああ、オフ会なんかされる予定とかもあるんですか？はい、一応今回そんなに長くないんですけど、日本に帰ることができるので、はいはいはい、その子、大阪がそう一番ですね。次が福岡と東京で、うん、まあ、ミニセミナーとオフ会みたいな感じのをやろうかなと思います。あ、そうなんですね。ぜひ、お時間合えば。あ、ぜひ、いらしてきてください。あとは何か、そうですね、ぜひ私のチャンネルの視聴者様になんかアピールというか、なんかないですか？アピールですね、まあ、自分がまあやってるその配信としましては、まずまあそのオールドメディアが言わないことをまずやるっていうことと、とりあえずボケ倒してますので。そうですね、また、はい、遊びに来ていただけたらと思います。はい、ぜひすごいエンタメでね、充実してるし、しかも結構中身の濃いね、
の、 あの真実を絡めてね、あのうまくお伝えしてますので、ぜひまだねカンチャンネルさんを見たことない人はぜひ飛んでいってください。ありがとうございます。あとまだもうちょっと時間ありますから、何かありますか？はい、そう、私に聞きたいことがあります。そうですね、スカーレットさんの、その配信の仕方っていうんですか、やっぱりその、はい、今こう画面越しでしか自分たちって見れないじゃないですか、なんかどんな感じでやってはんのかなって、自分は録画とか、あの配信は携帯でやってたりするんですけど、パソコンでやってはるんですか？え、そうですね。すごい、一番最新の iPhone 13買ったんで、はい、ちょっとカメラやってみようかなと思ったら、逆に、この年代の人は、よく映りすぎると、シミは全部見えちゃうんですよ。あ、やばいと思って、本当はスマホでこう生中継しながら歩いてとかもやりたいなと思ったけど、うん、あ、面白そう。女優ライトがないともう無理だ。だから私は今パソコンと、本当に今ライトバーって当てて、あ、シミとかこういうシワをなるべく、あのこれやるまで本当にね、この女優ライトっていうのが大事っていうのは分かんなかった。男性はしかも顔出しなかったらいいですよね。そうですね。自分はもう自由気ままに、もう寝癖だらけでもう全然できますからね。そう、それで私仕事もあるし、いろんなことあって、今ちょっと欲張っちゃって、今下でね、ラッキージュニアが寝てますけど、今ちっちゃいトイプードル買って、はい、それのセラピー犬にしようと思って、ドッグスクールに通ってるんです。でこの子のなんかミニチャンネルも作ってるんですけど、なんせ私が編集とかできないもんですから、はい、この子の収益も取れるって、この子の自分の学費は自分で稼いでもらおうと思って、はい、立ち上げたんだけど、なんせ1分 のショート動画しか撮れなくてまだ程遠いですけどね、はい、まあそんなんで時間がないんですよ。だからしかも編集の仕方がまだよく分かってないっていうので、もう一発撮りです。ただ準備はどういうふうにするかっていうと、テレグラムで、でしかもその、まあ、みんなねちゃんと台本してね、もっとだからあなたは能力がないとか言われてすごく批判される場合もあるんですけどね、他の YouTuber さんですごいちゃんと準備されてね、言ってる方があるけど、まあ私の場合は私ができるやり方でしかできないので、ただなんか全てほとんどが動画なんですよ。で動画を、うん、見ながらこうメモして、自分が引っかかるところを、でしかもそのテレグラムももう1日ひどい時は100個ぐらい、追っかけてる人が7、8人ぐらいいるんですね、うん、で全部見たらもう絶対いくらあっても時間が足りないので、まあなんか自分で手を動かしたら多分こう大いなるエネルギーじゃないけど、これ止めろって勝手にどっかがつながって止めるんだろうなという感じで、うん、こう引っかかったものを皆さんに、あ、これは絶対言った方がいいっていうのをお伝えしてます。あ、じゃあその動画、その配信する内容としては、テレグラムの動画を拝見見て見られて、あ、これを伝えなあかんっていうのでやってある感じなんですか？はい、メインはですね、それと、うん、FOX ニュースとか、うん、FOX ニュースも、あなたどっち側みたいな発信の時もあるんですね。だから、でも結構ね、私がピックアップしてるのと、カンチャンネルさんが、かぶってる時もあって、ある意味感性が同じで、嬉しいなって思う時あります。あ、でもこちらこそ、本当にありがとうございます。そうやってカンチャンネルさんしかできない内容だと思うんですね。自分は動画見ても何喋ってるのか全然わからないので、海外の方の動画見てもわかんないんですけど、そうやってシャネルさんはそれをもう多分理解されてそのままお伝えできるっていうのがすごい強みやなって思いますね。ありがとうございます。そうなんですよ。多分、他にももしかして私が知らないだけでね、
在米の方で言ってる方いるかもしれないんだけど、こんな感じの方はあんまり少ないんだろうなって。特に私はアメリカの南部代表みたいな感じで言ってるんです。うん、で日本でもう前から持ってたんですけど、もう40年近くここにいますとね、日本人のアメリカって言ったらロサンゼルスかニューヨークのことしか言ってない。はいはい。だからいやそれってアメリカじゃないよっていうの結構あって、うん、それでもう南部の私が出なくちゃとかも思って、そういうことも伝えたりもしてます。うん、まあ、自分も一時期そのトラさんがあのラリーしはるときにこんなこと言うてましたよってやってたんですけど、絶対スカルトチャンネルさんの方が細かいし、ちゃんとしてるし、もう俺やらんとこうってなりましたからね。あと皆さんちょっとスカルトさん見ていい？いやいや、結構ね、私は刻一こうメモってこう本当に綺麗に翻訳してるタイプではないのでね、ちょっとそう言うと恥ずかしいんですけど、ただトラさんをずっとやってるとですね、なんかこうやっぱり今日ほとんど大体同じようなこと言ってるんですけど、すごい受けたところ、まあ、関西人じゃないけど、彼もね漫才やるんですよ、いつも。今日もやってましたけどね。はいはい。ちなみにどんなあれだったんですか？ね、まあ、いつも同じパターンの中を今日は深掘りしてですね、ロッキードの、まあ、みんなね、その政治家だし、値切ることを知らないと。でも我々の血造ね、血税を使いたい放題使ってる。まあそうですね、あっち側の人たちってそのマージンのお裾分けだから、値段が多いほどその何パーセントかっていうのをキックバックもらうわけじゃないですか、うん、はい、だから絶対下げようがないんですよ、うん、それがおかしいって言って彼は、で自分はこういうのを握ったぞっていうのの一つのやつで、すごい面白かったですよ。そうか、なんだっけ、エアフォースワンか、大統領が乗る、うん、はい、あれをね、なんか、5.8ミリオンでなってますんで、その書類サインしてくださいって言われたんで、彼が。だから、はい、大統領の時に。1機で 5.8 ミリオン、高すぎでした。いやいや、2機ですよって言ったんですよ。そしたら、ロッキードの人だったかな、今回。そしたら、いやいや2期ですって言ったら、あでも高いやんかみたいなこと言ったんですよ。いわゆる劇場型っていうか、彼ね、1人2役するんです。はい、時々3役したりして声を変えてね、要は落語形式でやるんですよ、彼。はいはい。それで4点なんじゃあ4点なんとか言ったらさ、ダメ、3から始まらないとダメって彼言ってね、はい、そんなできるわけないじゃないですかとか言って、ね、じゃあ、4.78 はとか言ったら、じゃあいいです、もういらないから帰るとか言って、うん、そこをなんとかって、いや、3から始まるとダメとか言って、それを何度も結構こう掛け合いやってて、で最後に、なんか3日か4日して寝て上がってきた。でその時に、なんか心変わりはしませんでしたかとか言って、ちょっとでもつって4点なんとかでまた下げてきてから、4はない、3だって言ってるだろうって言って、うん、だ最後に分かりました、 3.9999999.99 セントって言ってね。もう今日すごかった、面白かった。ギリギリやないかいでね。そう、それ彼が言ったんですよ、ドロさんが演じたの。ああ、なるほど、面白いですね。最後にね、トラさんもビヨンデン、じゃあお前チャリンコ、エアフォースワンじゃなくてチャリンコ乗っとけやってね。言うてほしいですね。そうそう、チャリンコでこけますしね。なんかそんな雰囲気がね伝えられた、うん、はい、別にちょっと私よりも本当にうまくね訳してる人とかもいるんですよね。だけどまあみんな人それぞれね、ツボが違うと思うから、まあそれはそれでいいかな、うん、だからカンチャンネルさんのツボったとこも聞きたいんで、どうぞ遠慮しないでやってください。またちょっとその
まあ、スカルさんの内容を、逆に突っ込む動画になるかもしれませんね。いあ、や、それもいいもうですすね。ごいなん面か掛白いけこ合っと。たら、2人のファンが行ったり来たりして面白いかもしれないですね。そうですね。いや、すごい面白いことをいつも言っていただいてるんで、もうなんかこう、かぶせて突っ込む、ボケたいなっていうのがあるので、ぜひそれをやせていただきたいと思います。はい、じゃあ私も許可なしで絡みたいと思います。ぜひそれはもうぜひよろしくお願いしじゃあお互い隠語をパクり合いましょう。はまい。す。そうですね。両方にまた入れないとわからなかったりとかね、それも面白い。そうですね。はい。皆さんね、両方の視聴者さん、本当に我々を応援していただくと嬉しいです。もう本当にいつ消されるかわかんないんで。粘って粘って頑張りたいと思います。菅さんも一言、視聴者さん。そうですね。ぜひですね、スカートチャンネルさん、真実をこう、バッと言っていただいてますので、自分も、ついていけるようにですね、配信もしていきたいと思いますので、ぜひ、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はね、本当に楽しかったです。本当ありに。がとうございました。また次の機会にね、ぜひぜひまたやりたいと思いますので、よろしぜくお願ひいよろししくお願いします。ます。ありがとうございました。はい。はい、失礼します。失礼します。